群馬県のニュースをお伝えします。発がん性との関連が指摘されている PFAS と呼ばれる物質を県が監視強化する方針です。発がん性との関連が指摘され近年注目が集まる有機フッ素化合物 PFAS について県は本年度から5カ年の水道水質管理計画に監視を強める方針を盛り込みました。県内の地下水でも過去国の暫定目標値でもある1リットル当たり50ナノグラムを超える量が検出されました。直接の健康被害は報告されていないものの国際的に規制を強める動きがあり国内では水の安全性を確かめる体制づくりが求められています。 PFAS は米軍基地や化学工場の周辺で検出される例が多いとされていますが水の流れなどで遠くまで運ばれる性質があるため汚染源の特定は難しいとされています。県内5地点で猛暑日、熱中症で22人が救急搬送されました。県内は24日晴れて気温が上昇しました。桐生では全国4位となる36度、館林では全国5位となる 35.8 度を観測するなど全13観測地点のうち5地点が最高気温35度以上の猛暑日となりました。前橋地方気象台によると各地の最高気温は伊勢崎、高崎、上里見で 35.3 度、前橋で 35.1 度などとなりました。地面が熱せられた影響で逃げ水と呼ばれる現象も起き道路や車が揺らいで見えました。消防によりますと熱中症の疑いで午後8時までに9歳から90代の男女22人が救急搬送されこのうち12人が中等症、10人が軽症と診断されました。生活保護費の不適切な支給を繰り返していた桐生市に対し県が特別監査を行った結果桐生市では嘘の届出をもとに収入を認定し3回申請を却下していたなどの新たな不適切対応が明らかになりました。桐生市が生活保護費の不適切な支給を繰り返していた問題を受け県は今年1月から2月にかけ特別監査を行いその結果を21日明らかにしました。それによりますと保護費の全額を支給せず分割で支給していたというすでに明らかになっているケースのほか申請者の長男が行方不明にもかかわらず申請者を扶養するという長男の名前での嘘の申請が提出されていたことも分かったということです。その書類は申請者が利用する福祉施設の職員が長男の代筆として記載していたもので市はこの書類をもとに収入を認定した上で申請を3回却下していたということです。県はこのような書類が提出された詳しい経緯は今回の監査では分からなかったとする一方市が十分な確認を怠った対応が不適切だったとして是正を求め改善を指示しました。国の文化審議会は高崎の上野国分虹跡を国の指定史跡にする答申を行いました。国の文化審議会は24日高崎市東国分寺の上野国分虹跡を国指定史跡に指定するよう森山文部科学大臣に答申しました。高崎市の5年間の発掘調査で本堂を安置した金堂跡や女性僧が生活を送る宿舎二房跡などが見つかり寺院内の主要な建物の配置が判明。国指定史跡上野国分寺跡と両方の状況が分かり古代の仏教文化を理解する上で重要な遺跡と評価されました。スカート内を盗撮した疑いで47歳男を逮捕しました。高崎市は24日撮影罪の疑いで高崎市井の町のパート堀田明容疑者47歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は24日午前1時ごろ JR 高崎駅構内の階段で県内に住む10代女性のスカートの中に後ろからスマートフォンを入れ撮影した疑いです。犯行に気づいた女性が周囲の乗客らに助けを求め堀田容疑者を確保しました。以上県内のニュースをお伝えしました。